それでは、これからメッセージに入りますけれども、私のメッセージの恒例、皆さん挨拶、恒例の挨拶覚えてますよね。わかりますか。私のメッセージの時はですね、皆さんただこんにちはとかじゃ挨拶じゃなくてですね、今日のメッセージは恵まれますよという挨拶をするんです。今日のメッセージは恵まれますと、ここをですね、街道中満たして、そうすると私に力がなくても満たされる、恵まれるんですね。ですから皆さん立ち上がって、周りの人3人以上の人と、今日のメッセージは恵まれますよ、はい、感謝します。もうね、今日のメッセージは恵まれますと満ちてますから、必ず満ちます、恵まれます、私に期待しないで主に期待してください。それでは最初に一言お願いいたします。恵み深い天のお父様、感謝いたします。主がこうしてあなたの御前に私たちを集めてくださり、これから聖書の御言葉が紐解かれる時を与えてくださいましたことをありがとうございます。小さきものがあなたの御前に送られました。精一杯準備してきたものをすべて神様あなたの御手に委ねます。どうぞ不要なものは取り除いてくださり、足りないところはあなたが満たしてくださり、今日御言葉によってここにおられるお一人お一人を祝福してください。御言葉によって祝福されることはあなたの御心にかなってますから、必ずそのことが実現することを主イエス様あなたに期待いたします。これからの時あなたがこのところを祝福して導いてください。始めにあたり愛するイエス様のお名前によって主に期待してお祈りいたします。アメン。感謝します。今日のメッセージのタイトルはですね、ちょっと後で言いますので、タイトルは後にして、早速聖書を開きたいと思います。今日の聖書の箇所はマタイの福音書の22章の34節から40節。マタイの福音書22章の34節から40節まで、新約聖書の42ページ、新しい聖書をお持ちの方は46ページですね、購読していきたいと思います。マタイの福音書の22章34を私35を皆さんと購読していきたいと思います。よろしいですか。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らの次の一人の向こうの専門家がイエスを騙そうとしているはずだ。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこで言っているのは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人を必ず真のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。はい、そこまでで結構です。34節見るとですね、サドカイ人とパリサイ人が一緒に集まったと書いてあるんですけども、このお二人、サドカイ人たち、それから、パリサイ人たちは仲が良かったと思いますか。仲良くないんですよね。意見が違ってましたから、この二つは仲が良くなかったんです。開かなくて結構ですけども、パウロが議会に連れ出されたことがですね、書いてあるので、そこちょっとお読みしますね。使徒の働きの23章の6節7節をお読みいたします。しかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人でありパリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。彼がこう言うと、
パリサイ人とサドカイ人の間に意見の衝突が起こり、議会は2つに分かれたって書いてあるんですね。サドカイ人っていう人たちはですね、復活はない、見つかりもいない、霊もないと思ってたんですね。パリサイ人たちはそのことはあるって、そのように意見が食い違ってたので、この2人が集まるっていうのは普通ないんです。でも今日のこのマタイの福音書と同じようなことが書かれているマルコの福音書を見ると、パリサイ人、サドカイ人だけじゃありません。祭司長、立法学者、長老、それからヘロデ党の人たち、こういう人たちがですね、普段は意見がバラバラの人たちが一つとなったんですね。なんで一つとなったか、イエスを滅ぼそう、イエスを亡き者としようという、その一点で意見が違う人たちが集まったんです。普段は仲悪い人たちですよ。それで彼らは言葉の罠にかけようとしたんです。イエス様が言った言葉を捉えて、これは立法と違うじゃないか、これは愛じゃないか、これはイエス様の愛だと言ってるけどいつもということと違うじゃないか、いろんなことを言って、イエス様を陥れようとしたんです。ここに書いてありますよね、35節、試そうとして、イエス様を試そうとして質問したんです。いろんな質問をしました。で、例えばですね、税金をローマに納めることはこれ立法にかなってますか、かなってませんかってイエス様に質問するんです。イエス様が納めなさいと言っても、納めなくていいですよって言ってもですね、どう答えてもおかしいじゃないか、いつも言ってることと違うとか立法と違うじゃないかという、この言葉の罠にかけてイエス様を亡き者としようとかですね、イエス様を貶めようとしたんです。でもイエス様はもう神様ですね、もう知恵がありますから、もう私たちだったら困っちゃう質問でもですね、ちゃんと答えてパリサイ人たちを退けたんです。そして彼らがいくつも質問した最後の質問はこれだったんですね。イエス様、立法の中で大切な戒めは何ですか。まあマルコの福音書見た方がよくわかるんですけども、最も第一として大切な戒めはどれですか。これも試したんです、罠だったんです。これですよって言ったらですね、じゃあこっちは大切じゃないんですね、そういうふうに陥れよう、試そうとして質問しました。立法の中で一番大切な戒めは何ですかという、質問をしたんですね。そしたらまたかぶらない、ごめんなさい、はい、1番目、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。それから第2の戒めとして、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。そして立法全体と預言者とがこの2つの戒めに関わっている。いろんな立法があるんですけども、その立法は全部この2つのにかかっているって言ってるんですね。立法って聞くとですね、ユダヤ人たちはあることを思い出しました。何のことだと思いますか。10回、モーセの10回を思い出しますよね。はい、モーセの10回のうちの1回から4回、これは何かというとですね、神様と私たちの関係のことが書かれているんです。神様と私たち、十字架で言ったら縦の関係ですね。これは第一の戒め、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいという、この第一の戒めがまとめると、一言で言うとこのモーセの十戒の1回から4回に書いてあるんです。ということはどういうことかというと、モーセの10回の5回から10回、これはどういう関係かというと、大体想像つきますよね。縦の次は横ですよね。イエス様の十字架の横の関係、隣人との関係、これを一言でまとめると、あなたの隣人を愛しなさいとなるんです。第二の戒めです。すごいと思いません？ねえ、モーセ、イエス様の十字架である縦の関係、横の関係、神様と私たちの関係、隣人の関係、
これが第一の戒めで第二の戒めでもあり、これが律法に全体にかかってるんですよってイエス様答えたんですね。皆さんに質問いたしますけども、モーセの10回、まあ、できたら覚えた方がいいんですけども、私は全部守ってますっていう人います？じゃ違う質問しますね。私は10回全部は守れてないっていう人います？はい、手を挙げてくださった、感謝します。手を挙げてない人は聞いてなかった人だと思います。10回守れません。私たちモーセの10回全部守れないんです。ユダヤの人たちは立法的聞くとまずモーセの10回思ったんですけども、それ以外の立法も彼らは実は思い出すんですね。イエス様が生きてた当時、立法を学者という人がいて、このモーセの10回1回から10回までをですね、もっと詳しくさらに細分化していろんなことを決めたんですね。そしてやらなければいけないこと、それからやってはいけないことっていうのをですね、たくさん作ったんです。行うべき命令としてですね、248回、それから禁止の命令としてはですね365回、全部で613個の決まりを作ったんです。10回からいろいろこれしていけない、あれしていけない、こうしなきゃいけないというのを作ってですね、皆さん10個でも守れないのに613個、こんなの覚えられませんし守れませんよね。613個覚えるのって無理ですしね。でここでびっくりしたんですけども、まだびっくりするのは早いんです。まだあるんです。皆さん、あのタルムードって言葉聞いたことあります？うん、タルムードっていうのはですね、あの宮殿立法を文書化したものなんですね。このモーセの立法というのは成文って、文が文字とする成文立法って言ってるんですけども、この頃口頭口伝立法ってですね、口で伝えられてきた立法というのもあったんです。でそれが、後になってタルムードという文書化されたんですけども、その、口伝立法にはですね6つの大きな命令があったんです。種子、種のこと、お祭りのこと、女性のこと、尊称のこと、聖なるもののこと、清めのこと、こういう6つの大きな命令があったんです。で実はこの6つの大きな命令はさらにそれぞれ39項目に分かれてたんです。そしてその39項目はさらに39に分かれた規定になってたんです。分かりますか？頭に行く人分かります？全部で何個ですか？1万近いんですよね。 6×39×39 ですから9126個の決まりがあったんですね。え、1万近い決まりがあって、これらを守りなさいということがイエス様の当時からずっとユダヤ人たちは決められて、こういうものを守ろうと努力してたんですね。10個でもきついのに、613個でもきついのに、9126個、もうとんでもない話ですよね。で先ほどの質問者はこういう背景のある中からどれが一番大事ですか、大切ですかと質問をイエス様にしたわけです。もう困っちゃいますよね、9126個の中から1個選べなんて言われてもですね。でもイエス様は、彼らに答えられて、お願いします、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよと、あなたの隣人をあなた自身の愛せよ、自身のように愛しなさいという立法全体を9126を取りまとめた2つが、まとめるとこの2つに書かんですよと答えられたんですから、私たちもですね、これはもう大事、9126は覚えなくてもいいですけども、この2つは覚えてですね、なかなかできないかもしれませんけども、このことを心に留めてですね、全身全霊で神様を愛して自分自身のように隣人を愛することを心がけていかなければいけないと思います。でここでメッセージ終わっちゃいそうな感じですけど、まだ今日メッセージのタイトル言ってなかったですよね。今日のメッセージのタイトルをここでやっと言います。今日のメッセージのタイトルはシェマイスラエル、聞きなさいイスラエルというタイトルです。
かっこいいですね、シェマイスラエルってですね。でサブタイトルとガクってくるんですけど、サブタイトルは醜いアヒルの子にならないというサブタイトルをつけました。でイエス様が先ほど第1回、心を尽くし思いを尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいと言ったのは、実は旧約聖書の新命記の箇所から話されているんですね。そのところを皆さんと一緒に開きたいと思います。今のところ戻りませんから、一緒に聖書を開いてください。旧約聖書の288ページ、新命記の6章の4節から9節。旧約聖書の288ページ、新しい聖書をお持ちの方は315ページ。新命記の6章4節から9節を皆さんと私で一緒にお読みしたいと思います。じゃあ4節を私がお読みいたします。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私は今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これらをあなたの心に刻みなさい。あなたが家に座っている時も、一応ある時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。はい、ここですね、4節、聞きなさいイスラエル。これをヘブル語で言うとシェマイスラエルって言うんですけども、今日のメッセージのタイトルはここです。聞きなさいイスラエル。そして、イエス様が言ったのとちょっと違うんですけどもね、民主義でいくと心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くしとか知力を尽くして、ちょっと言い方が違うんですけど同じことですね。このようにイエス様はこの箇所から第一の戒めを言いました。で、このシェマイスラエルって、ここはですね、シェマの祈りって言ってですね、イスラエルの人たちはそれを覚えたんですね。お願いします。はい。ユダヤ人はこれをシェマの祈りと呼んで、ユダヤ教の基本をなす信条でした。子供たちが真っ先に暗唱したのはこのシェマの祈りでした。人々は礼拝の度ごとに真っ先にこれを告白しました。人々はこれ、心にこれを刻み、日に2回、まあこれ最低でもですね、これを唱えました。これを家の門の右の柱に刻みました。これを羊の皮に書き込み、小さな箱に入れて、額と左腕に結びました。このシェマーの祈りをですね、ユダヤ人たちは、とても大事にしたんですね。このイエス様は、このところからイエス様は第一の戒めをとして言ったんですけども、ユダヤの人たちはですね、これを家の門の右の柱にですね、刻んだんですね。柱をこう刻むっていうよりもですね、メズーザというものに、その御言葉を書いて入れたんですね。メズーザというのはこれです。ここに新命記の6章の4節5節あ6節9節までですね、まあ、他の新命記の箇所も入れたりもしてましたけど、これを家の右の柱に刻んだんですね。メズーザ、ヘブル語で門柱とも言うんですけども、これですね、家の門の右側にこのメズーザを斜めに、ちょっと斜めにつけるんですね。皆さんメズーザ持ってる人います？いない。じゃあメズーザ見たことのない人、見たことない、ない、困ったですね。なぜかっていうとですね、あるんですよ、教会に、グレースに。最近そっちの入り口使ってますけど、受付のこちらでそっちの入り口の右側見てください。帰る時、帰る時だから帰ったら左側ですね、ありますよ。これと同じじゃないですけども、メズーザがあるんです、ね、このメズーザの中に新命記の言葉が書かれて入ってたんですね。彼らは入るたびにこれをに手を置いて、シェマイスラエル、心を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神を愛しなさいって祈ったり、まあ祈る時間がないときはこうやって
ってこう口づけをして入ってったり出てったりしたんです。このメズーサはヘブル人の家にもありましたし、シナゴク、要は教会の入り口ですね、シナゴクの入り口にもあって、彼らはいつもこれを唱えて聞けイスラエルということを忘れないように、街道を出たり入ったりするたび、家を入ったり出たりするたび、あるいは朝に夕に、彼らはこの聞きなさいイスラエルということをですね告白したんですね。もう一つ、手に記章として、額に記章としてというのをですね、記章というのがあったんですね。この記章を持ってる人いますかって、持ってないですよね。メズさんは持ってなかったんですから、私も記章は持ってないですし、これ実は見たこともないんですけども、写真は見たことあるんです。これが記章です。額の記章、ここにちょっと見ますかね、帯で結んだ後にここに記章、これは記章としてここにつけて、これはですね、あのユダヤ人のですね、成人式、バルミツバっていう時に、だ彼らもいつもこれつけてるわけじゃないんですけどね、そういう時にはこれをつけて、シェマイスラエル、心を尽くし思いを尽くし神を愛しなさいっていうことをいつも肝に銘じたんです。ね、ここにちょっとだけ見えますよね、黒いの。それとこの額ですね、これをつけて、彼らはいつもそのことを覚えてたんです。まあ、私たち霊的イスラエルとよく言いますけども、さっき言ったように記章を持ってないですしね、こんなのつけてないですけども、でもそれを持ってないけども、このユダヤの人たちがこれを大事にしたよ、またイエス様もこれが第一の戒めですよって言ったんですから、この聞けイスラエル、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてっていう、民数記の6章の4節5節、あるいはイエス様、あ、ごめんなさい、新明記のですね、あるいはイエス様が言ったマタイの福音書22のところを覚えた方がいいんですけども、覚えてる人います？いません。私はあの民数記の方のですね、4節から9節まで覚えて、あの時々それを告白してますけども、これ覚えることを推奨いたします。で、今日のメッセージのサブタイトルですけど、覚えてる人います？醜いアヒル子にはならない、アヒルの子にならないって言うんですけども、この醜いアヒルの子っていうのは、あのデンマークの童話作家のハンス・クリスチャン・アンデルセンの童話作家なんですね。童話なんですけども、結構有名だから皆さんご存知だと思いますけども、5分ほどでさっとでも圧縮してですね、その話をしたいと思います。昔あるところのお屋敷のお堀にですね、お堀の茂みにアヒルが卵を温めていました。やがて次々と卵が帰ってヒナが生まれましたけども、オスの中にある一番大きな卵だけがなかなか生まれませんでした。やっと生まれると、それは大きな灰色の醜いアヒルの子でした。このアヒルの子はもう兄弟たちからいじめられ、また人々とか、まあ、他の鳥たちからですね、陰口を叩かれるようになりました。初めのうちは優しかったお母さんも、だんだん普通の黄色いヒナたちばっかりを優しくしてしまったので、このアヒルの子はいたたまれなくなって、その家から飛び出しました。ところがどこ行ってもですね、お前は仲間じゃない、お前は醜い、あっち行けと言われてしまいました。彼は茂みの中でじっと夜を過ごし、朝になると出ていくんですけども、また今度違う鳥たちからも追い出されてしまいました。で、このアヒルの子はある時、綺麗な鳥を見ました。白鳥の群れがお堀にいたんですね。この白鳥を見てですね、ああ自分もああなれたらいいなと思ったんですけども、いやいや自分はアヒルの仲間さえ入れないんだから、ごめんなさいね、仲間になれないとか無理だな、こうアヒルのこと、白鳥のことを思い出しながら、ああ綺麗だなと思ってました。そしてまた茂みに隠れて過ごしたんですけども、冬が来て、寒い冬が来たんですけども、じっとアヒルの子は茂みで隠れてました。
やがて日が暖かくなって春になって、この醜い昼の子は心がウキウキしてちょっと羽ばたいてみました。そうするとなんと浮くんですね。あ、僕飛べるんだということで、この醜い昼の子は飛び立っていくと、お堀に白鳥たちがいました。あ、昔見たあの綺麗な白鳥たちがいる、あそこに行ってみよう。白鳥が降りると他の白鳥たちがこっちに向かってきました。彼は思いました。ああ、きっと醜い僕を殺しに来たんだ。あの白鳥たちは殺しに来たんだと思いました。もう僕は殺されてしまうんだ。でもいいや。どうせみんなからいじめられてしまって辛い思いしてくるならば死んだっていいやと思いました。ところが寄ってきた白鳥たちは自分のことをですね、くちばしで撫でてくれたり、歓迎してくれたんです。そしてある一羽が言いました。こんにちは、かわいい新人の白鳥さんって言ったんです。彼は思いました。え、新人、かわいい僕が、えと思いました。そして水のに映る自分の姿を見ると、もうあの醜いアヒルではなかったんです。綺麗な白鳥になってました。冬の間にこの羽が抜け替わり、綺麗な白鳥に変わっていたのです。そして周りの人々から、今度入った新しい新人が一番可愛いんじゃないのという声が聞こえてきましたというものが、醜いアヒルのこの物語です。この醜いアヒルのこの話から私たちは何を学ぶべきでしょうか。この醜いアヒルの子は周りの人たちの声に耳を傾けました。お前はでかいだけだ、お前は汚い色してる、変な鳴き声がする、あるいはお前は仲間じゃない、あっち行けというように、周りの人取り出したことに耳を傾けました。そしてもう僕は殺されるに違いない、殺されてもいいや、僕は嫌われ者だと思って、他の白鳥たちが向かってきても死を覚悟するようなものでした。この白鳥の、醜い白鳥のところから、アヒルの子は周りの鳥の声を聞きました。周りのヒラたちとか鳩やカラスという声を聞きました。またアヒルの子は自分の声、あるいは自分の考え、もう僕は殺されてしまう、僕なんか生きててもしょうがない、またいじめられるに違いないというような声に耳を傾けました。このどこに問題があったのかというと、このアヒルの子は実は自分は白鳥なのに、白鳥であるというアイデンティティを知らなかったところに問題があったんですね。周りの、これここから私たち学ぶべきなんですけども、周りの鳥の声を聞くというんですけども、私たち周りの人の声を聞かなくていいって言うんじゃないですよ。あるいは自分の心を、あれ考えに耳を傾けてはなくていいんです、かけてはいけないですと言ってる意味でもないです。何が問題かというと、アイデンティティを知らないってところですね。私たちが自分は、あ、アイデンティティって分かりますよね。自分は何者なのか、自分の存在はどういうものなのかということですね。それを知らないで周りの人の声、あるいは自分自身のうちに思った思い、考え、それを持ってるとこう間違えてしまうんですね。しっかりと自分は何者であるかってことをですね、知らなきゃいけないんです。それをちゃんと掴んでるないとですね、この醜いアヒルの子と同じように私たちはこう惑わされてしまうことがあるんですね。皆さんは何者ですか、ね、その皆さん何者であるかというこのアイデンティティをですね、ちょっと話す前にですね、シェマイスラエル、聞きなさいイスラエルってことをちょっとだけ聞くってことでですね、皆さんは誰の声を一番聞いてるでしょうかということをお話したいと思います。親や夫や妻の言うことをよく聞くと思いますね。まあ聞かなきゃダメですよね、自分一人でやっちゃう。ちゃんと親の言うことも奥さんの言うことも聞かなきゃいけないと思います。あるいは友達の言うこと、若い人は友達の言うことをよく聞くと思います。あるいは学校の先生の言うこと、
あるいは教会の吉先生の言うこと、こういうこと、そういう人の話をよくいろいろ聞くと思います。それから、まあ、5番目、自分の言うこととか自分が思うこと、そして神様の言うこと、ね、これをちょっと、まあ、これ以外にもですね、あの会社の上司の言うことだとかね、親戚の人の言うこととか、いろんな人がいろいろその人と話していろんなことが言うと思いますけども、まとめちゃうと、この1番から4番まではまとめちゃうと、周りの人、いろんな立場の人がいると思いますけど、周りの人の言うこと、それからこれはもう当然自分、そしてこれは神様、周りの人か自分か、あるいは神様かの言うことを聞くと思います。まあ、醜い昼の子はこの当然神様いないから、この1、周りの人か自分のか、その心に耳を傾け、あるいは心が囚われてしまったんですけども、私たちはシェマイスラエルって言うんですから、本当は神様の言うことを第一とするか、あるいは神様の言うことを常に聞くかするのが一番いいんですけども、やっぱりこの周りの人の声とか自分の考えっていうのにですね、囚われてしまうとか、そういう人、そのことをよく一番聞いちゃうと思います。でもイエス様は言ったのは、第一の戒め、シェマイスラエル、あな心を尽くし思いを尽くし、あなたの神である主を愛しなさい、神様のことをいつも思いなさい、出口入ったり出たりするときに、口づけをしてイエス様に祈って、常に神様のことを告白していきなさいっていうことを、イエス様は言ったわけですね。ですからクリスチャンである私たちはもう黙ってても周りの人の声が聞こえてきます。周りの人からいろいろ批判をされたり、周りの人の評価を気にしやすいです。あるいは自分の評価、自分自身で自分の評価をですね、気にします。先ほどの証ありましたけど、自分のこうモチベーションが低かったというか、自己認識が低かったというかですね、そういうのもありますよね。でも私たちはそこにとらわれるんじゃなくて、神様を何と言ってる、神様が何と言ってるか、このことをしっかりとするためには、この自分は何者であるか、アイデンティティをしっかりと握らなきゃいけないんですね。でこのアイデンティティはすごく聖書にたくさん書いてあります。ヨハネのこれからいくつか言いますけど、これはまあ私の好きなところというか、私がいくつか思っているアイデンティティを皆さんにちょっと紹介しますけども、見える人は一緒に告白したいと思いますけども、ヨハネの福音書の1章12節、はい、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。感謝ですね。私たち皆さんイエス様信じてますよね。それだけなんです。テストで100点取らなくていいんです。申命記6章4節覚えなくてもいいんです。信じると神の子供とされるんです。もうこれでもう合格なんですね。感謝ですね。ちょっと、短くですねまとめるので、私が言うので皆さん一緒に、両サイドの人も告白していただきたいんですけども、ここですね、言いますよ。私は神様の子供です。はい、私は神様の子供です。アメン。そうですね、感謝です。じゃあ2個目はガラテヤの手紙の4章6節、一緒に読みましょう。3、はい、そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ、御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ポイントここですね。子であるゆえに、もしあなたが子であるならばこうですよとか、条件ついてないんです。もう子であるゆえにっていうのはですね、私たちは子であることはもう確定してるんです。私たちは何かしたら子になるんじゃなくて、もう私たちはもう子供なんです。そして私ですから、私たちはアバ父と、天のお父様のことですね、お父ちゃんこうしてください、お父ちゃんこうなんです、困ってます、助けてくださいって祈れるよと言ってるんです。はい、ここも告白したいと思います。神様は私たちのアバ父です。はい、神様は私たちのアバ父です。はい、感謝します。じゃあ次はローマ人への手紙の3章の24節、一緒に読みましょう。はい、ただ神の恵みにより
キリストイエスによる贖いの家に与えなしに義と認められる。与えなしに義と認められる。私たちがこれをしたからとか、私たちにはこの力があるとか、私たちにこの能力があるから義なんじゃないんです。与えなしなんです。神様の恵み、一方的な恵みで私たちは義なんです。掴んでください。前の人がお前は罪人じゃないか、お前はあれじゃないかって批判されても、そうです、私は弱いんです、罪人なんです、でも私は与えなしの義なんですって、これ掴むと信仰が揺るがないんですね。じゃあ告白したいと思いますけども、私たちは義と認められています。はい、私たちは義と認められています。アメンです。次、ピリピの手紙4章の13節一緒に読みしましょう。はい、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私に力があるからどんなこともできるんじゃないんです。私を強くしてくださるがいて、だからどんなことでもできるんです、ね、これも感謝ですよね。じゃあ、一緒に告白したいと思いますけども、神様にあってどんなことでもできます。はい、神様にあってどんなことでもできます。アメン。じゃあ次ですね、ローマ人への手紙の8章の37節を一緒に読みましょう。はい、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっての圧倒的な勝利者となります。皆さんの中で今問題の中にいる、ある人もいるかもしれません。悩みの中にある、もう壁にぶつかっちゃった、どうしようもないところにいる方もいるかもしれません。でも私たちは愛してくださる方によって、これら全てのことの中にあっても、全てのことです。あなたが持っている問題も、あなたが持っている悩みも、あなたがぶつかっている壁も含まれます。全てのことになあって、私たちの力ではなくて、圧倒的な勝利者となれるのは愛してくださっているイエス様がいるからなんです。だから、まあ、落ち込まないでですね、力を入れてください。告白したいと思います。私たちは圧倒的な勝利者です。はい、私たちは圧倒的な勝利者です。アメン。感謝します。あと2つ、あと3つかな。はい、次は雅歌の1章5節、あまり読まない箇所だと思いますけども、一緒に読みましょう。3、はい、エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように、黒いけれども美しい。このケダルという民族はですね、あの黒いヤギの皮のテント、天幕で暮らしてたんですね。だから、黒い、その真っ黒なケダルの人のように、あなたは色黒じゃないか、男色黒でも関係ないです、女の人はきついですよね、言ってる人が町娘ですよね。もう銀座か六本木か赤坂か知りませんけど、もう色白な綺麗な人がですね、おい田舎者、お前は色黒だって言ったんです。そしたらこの人はですね、でも私美しいのよって、これ勝手に思ったんじゃないんです。彼女が自信持って言ったのは、花婿があなたは美しいって言ってくれたんです。そのことを握ってるので、私は確かに黒いよ、でも黒いけど美しいって言ったんです。これはあの容姿だけじゃありませんよ。私たちの能力とかいろんなことを前の人が何か言うかもしれません。そう、私は弱いものです。そう、私は育児のないものです。でも私は強いんです。イエス様と一緒ならばことですね。ここ一緒に告白しましょうか。私は黒いけれども美しい。はい、私は黒いけれども美しい。はい、あと2つ紹介いたしますね。ヨシアキの一章の5節一緒に読みましょう。はい、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ち上がってくる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。これヨシア、大勇者ヨシアが言われたことなんですけど、もしですね、私たちが立派な人間、イエス様の願いに叶える力を持っている、私たちはそのような何でもできるとかいう人であったらですね、
ここまでで終わっちゃうんですよね。私はあなたと共にいようで終わりです。この後ろの言葉いりません。でも私たちは弱いでしょ。私たちは神様の願いを行えないものでしょ。私たちは罪を犯してしまったりするようなものでしょ。私たちは本来は見放されちゃうもの、見捨てられちゃうものなんですよ。いやいや私は大丈夫ですって人います？私はもう神様から見放されちゃうものを見捨てられちゃうようなものなんです。でも神様はあなたを見放さず見捨てないで、もう私はもうあなたと共に、神様一緒にいてくれるのも感謝ですけど、こっちが好きですね。そうです、私は見放されることがないんです、見捨てられることがないんです。私の行いじゃなくてただ神様の愛のゆえにってことを、私はこの言葉を握ってますから、この言葉が好きなんですね。じゃあここ告白しましょうか。私は見放されず見捨てられない。はい、私は見放されず見捨てられない。本当ですよ、見捨てられないんですよ、大丈夫ですよ。はい、それでは最後の御言葉ですね。イザヤ書の43章の4節。はい、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。もうポイントここですよね。私の目にはです、周りの人の目じゃありません。また自分自身の目でもありません。周りの人の評価ではありません。自分自身の評価でもありません。神様の目で見たら私は高価で尊く、私は愛されてるんです。何度もさっきから言いますように私が何かできるかじゃありませんよ。私が能力あるからじゃありませんよ。私が美しいからでもありませんよ。私が若いからでもありませんよ、ね、もうそんな一切関係ありません。他の人が何と評価しようが、あなたがそう言うかもしれないけども、また自分自身がお前はダメなやつだ、お前は罪人だ、お前は神様に愛される資格がない、サタンに囁かれたとしてもそうかもしれない。でも私は神様が私のことを高価で尊いと言ってくれてんだから高価で尊いんです。神様は私を愛してると言ってんだから私は愛されてんですって、この御言葉握ると強いですよ。もうね、周りの人から何か言われてもこうフラフラしてフラフラしません。また自分自身で何かこう思っても、落ち込んだりしません。もうこの御言葉も握ると素晴らしいと思いますね。はい、告白しましょう。私は高価で尊い、私は愛されている。はい、私は高価で尊い、私は愛されている、8個ぐらいこう皆さんに紹介しましたけども、聖書の中にはですね、もっともっとたくさんあります。もっともっとたくさんの約束、あるいはもっともっと私たちは何者であるかということが書かれてますから、今はちょっと8個ぐらい紹介しましたけども、ぜひ皆さん自分は何者かなのかってことを握ってください。これ握らないと、先ほど話しましたように醜いアヒルの子のように周りの鳥たち、あるいは自分自身のささやきに心が乱されてしまうんですね。しっかりと自分は何者かってことをこの聖書の御言葉を持って握る。そしてですね、第一の戒めのように、あるいは第二の戒めのように、全身全霊で神様を愛し、自分と同じように隣人を愛せるクリスチャンとして成長していきたいと思います。アメン。それではお祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日はシェマイスラエル、聞きなさいイスラエルというタイトルで学んできました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと、この2つの戒めを学びました。私たちは弱く、周りの人の評価を気にしやすいもの、気にしやすいものです。また自分自身が自信を持てず、否定的な考えを持ちやすいものです。しかし私たちは聞くべき言葉、私たちが耳を傾ける言葉は聖書の言葉であることを学びました。どうぞ私たちがこの自分が何者であるか、このアイデンティティをしっかりと握ることができますように、この醜いアヒルの子のように
アイデンティティを知らずに、周りの人に惑わされることがないように、あなたが私たち一人一人にそれぞれのアイデンティティとして自分が何者であるかということをお一人お一人が握ることができるようにお助けください。今日の御言葉の時を感謝いたします。このしもべの言葉の足らないところをあなたが補ってくださって、誰一人この中の誰一人が恵みから漏れることなく、あなたの御言葉によって力を得て帰ることができますから、ありがとうございます。今日の御言葉を心から感謝して、尊いイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。それではこの後献金お知らせをしてから、いつものようにスモールグループをしたいと思いますけども、今日のディスカッション、使命記の6章の4節5節、まあ、できたら9節ですけど、いきなり9節は無理かもしれませんけども、まあ、安心してください。それから2番目、今まで誰の言葉を一番自分は聞いてたかな、自分自身のことかな、あるいは誰々さんのことかな、それで惑わされてたかなということをちょっと考えてみてください。3番目、自分のアイデンティティを何か握ってますか、まあ、できたら自分はこういうものだっていうだけじゃなくて、この御言葉によって握ってると御言葉あった方がいいですね。主にあってどのような存在か。4番目、その他メッセージから今日何か学べたことがありますか。5番目、互いのために祈り合いましょう。これ後で紙に書いたのが用意してありますので、それぞれのグループでこのことを話していただきたいと思います。それでは司会者に変わります。